悲惨すぎる死に方をした武将五選。戦乱の続く三国志においては、その時代に名を馳せた名将や名族ですら悲惨な最後を遂げた人物が数多くいました。その理由や原因も様々。日頃の行為から悲劇を招いた自業自得な人物もいれば、運命に翻弄された末に悲劇を招いた人物もいたのでした。それでは今回は三国志悲惨すぎる死に方をした武将五選をご紹介いたしましょう。名家出身なのに演術。演術は五感切手の名家演家の出身です。演将とはいとことされ同族で、気位が高く自らが皇帝となる野心を秘めていた人物です。しかし袁紹のように威厳や人望を備えていなかったために、その勢力は強大ではあったものの、袁紹や曹操と比べると人物として見劣りをしていたのです。それでも孫権と孫策の強力な軍事力を勢力下に収めて、南陽や陽州に拠点を置き勢力を広げると、配下の反対を押し切り、ついに念願の皇帝を自称して新王朝周を建国したのでした。念願の皇帝となった袁術ですが、ここからが悲惨な最後の始まりとなります。皇帝に着くと、周辺の軍友たちは一斉に義弟として反袁術の意思を表明し、一触即発となります。支配下に置いていた孫策ですら袁術の皇帝即位を認めず離反するのでした。そして袁術は皇帝として贅沢三昧な生活を送り、民衆に重税を課して暴政を進めると、民衆からの支持を失い、臣下の離反が相次ぎ、領内の食料確保すらままならなくなります。曹操にも攻められて大敗すると、いよいよ窮地に追い込まれるのでした。拠点の統治すらままならなくなった袁術は、いとこの袁紹へ皇帝の座を譲ることを条件に領地を捨てて、袁紹の庇護下に入るために河北へ向かうのでした。この後期に曹操は劉備を河北へ移動中の袁術討伐に向かわせます。そして大敗した袁術は、かつての臣下来博と陳蘭を頼りますが、ここで受け入れを拒否されてしまいます。いよいよ食料も尽きて飢餓状態になった袁術一行に夏の暑さが襲います。袁術は喉の渇きを癒すために蜂蜜の入った飲み物を求めるも、もちろんそのような贅沢なものはすでになかったのです。名家出身で皇帝にまでなった袁術は、この袁術ともあろうものがこの様かと叫ぶと、絶望のあまり大量の吐血をして噴死したのでした。主君から蔑まれた最後、宇欽。曹操に仕え最も功績のあった将軍5人に数えられる長領、学信、宇欽、長公、徐公。宇欽はその3番目に数えられる義を代表する名将でした。宇欽は一兵士として方針に仕えますが、方針の戦死後にその盟友であった曹操に仕えます。すると勢力拡大の戦闘を続ける曹操軍で瞬く間に功績を上げ続け、出世していくのでした。宇欽はその武勇と勇猛さが優れていましたが、厳格かつ規律を重視する性格で、兵を厳しく訓練し、兵には規律を徹底させて統率し、どのような混乱下でも高い士気を誇る精鋭部隊をまとめ上げる素質がありました。義で地位と名声を手に入れた宇欽でしたが、ここからが悲劇的な最後を迎えるのです。悲劇の始まりは関羽による繁昌包囲戦でした。この頃の曹操は漢中で劉備に敗れ、関羽の慶州侵攻が始まった危機的な状況でした。関羽によって繁昌は包囲され陥落寸前となっていたのです。しかし漢中で敗れた曹操にはもはや十分な将と兵がいなかったのです。
そこで曹操は最後の切り札として最も信頼する将軍右近に残りの精鋭を託して繁昌の救援に向かわせるのでした。右近はかつて馬頭に仕えた猛将の宝徳と数万の精鋭を率いて関羽と対峙します。しかし陣を敷くと突如として大雨が降り続き、河川が氾濫し大洪水が起こり、右近が率いる援軍は激流で各部隊が分断されて孤立してしまったのでした。船団を持たない右近軍は船団を準備していた関羽軍に包囲され、あとは全滅を待つのみでした。そこで右近は数万の兵の命には代えられぬと関羽に降伏するのでした。一方の宝徳は最後まで降伏を阻み、関羽軍に敗れ処刑されています。こうして右近と数万の兵は捕虜となり、繁昌の陥落は時間の問題となるのです。しかしここで捕虜になった数万の右近軍への食料を確保するために、関羽軍は食料不足が深刻化して同盟国の孫権軍の食料を奪う行為に出ます。これに怒った孫権は密かに義と手を結び、蜀との同盟を破棄して関羽軍の本拠地を吸収して奪います。これによって関羽軍は孫権軍の追撃を受けて、関羽は捕らえられて孫権によって処刑されるのでした。こうして間接的にですが、右近の全面降伏によって関羽軍は孫権と敵対して敗れ、繁昌は防衛に成功したのです。関羽の捕虜であった右近は孫権によって保護されて、呉によって厚遇を受けるのです。そして魏と呉の同盟が正式に成立すると、右近の身柄は魏へ戻されるのでした。魏に戻った右近はやつれ果て、髪もひげも白髪になっていました。曹操はすでに没しており、後を継いだ曹丕に謁見をします。曹丕は右近をねぎらい、再び将軍の地位に戻し、曹操の墓参りに行くように命じます。右近が曹操の墓に向かうと、そこには関羽に敗れ降伏を拒み処刑される宝徳と降伏する右近の絵が描かれていました。おそらく曹丕が右近を恥ずかしめるために準備したと思われるこの絵を見た右近は、恥ずかしさと面目のなさから憔悴して病になり死去するのでした。曹丕によって送り名は霊光とされ、霊は富士異性とされ、非常に蔑まれた意味を持ちます。一度の敗北で魏の名将から転落し、その死後にまで主君から蔑まれた将軍として最も悲惨な死を遂げてしまったのでした。関羽の敵討ち直前に張飛、劉備の義兄弟として蜀の五胡大将軍としてもその名を馳せた張飛ですが、悲劇的な最後を遂げています。慶州の守備を関羽に任せ、張飛は劉備に従い蜀へ侵攻して、蜀と関州でさらなる武功を挙げています。かつて猪突猛進の荒々しい将軍から一軍を率いて魏の名将張衡を破るなど、その将としての才覚も年齢も経験とともに開花させており、名将として大きな成長を見せていました。しかし劉備は張飛の昔からの変わらない短気と酒癖の悪さ、そして部下と兵への粗暴な振る舞いと死刑を多用したことで無用な恨みを買い、身を滅ぼすことを危惧していました。将軍となった張飛には幾度となくその乱暴な性格を改めるように命じています。特に鞭打ちの刑に処した部下を側近にする行為をやめるようにいさめていたのでした。そんな張飛でしたが、慶州の関羽が孫権の裏切りにより処刑されると怒り心頭となり、敵討ちを望みます。劉備も臣下のいさめに耳を傾けることなく、直ちに関羽の弔い合戦として孫権への攻撃を命じます。張飛も義兄関羽の敵討ちの機会が到来したことで意気揚々と出陣準備に取り掛かるのでした。劉備は張飛には甲州で合流するように命じ、
くれぐれも短気を起こして部下に粗暴な態度を取らないように改めて忠告します。そして出陣準備の最中に、これまで張飛の乱暴に恨みを抱いていた部下の張達、反響によって就寝中に暗殺されてしまうのでした。暗殺した2人は張飛の首を持って孫権のもとへ逃亡したとされています。劉備は張飛の都督からの使いが来た際に、その内容を聞く前から、ああ張飛が死んでしまったと察して嘆いていたと言われています。三国志を代表する猛将張飛でしたが、その最後は戦場でも病でもなく、待ち望んだ関羽の敵討ちの直前で自らの性格の欠点から招いたあっけなく悲劇的な最後となったのでした。蜀軍での北伐にこだわるも義援、蜀で五胡大将軍と並ぶとも劣らない猛将義援。劉備に深く信頼されて数々の戦いで抜擢されると、多くの戦果を挙げてついには張飛を差し置いて漢中を任されるほどの名将となりました。しかし諸葛亮とは性格の違いから相性が悪く、劉備も私でなければ義援の手綱を握るのは難しいだろうと漏らしていました。劉備が没すると蜀の工事は諸葛亮に託されます。義援も引き続き重用され、諸葛亮の北伐の主力として第五次北伐まで活躍するのでした。義援は北伐にあたり、自らが率いる別動隊が長安への最短ルートである山深い四五道を進み奇襲を行い、諸葛亮の本隊は夜国道から進撃し、義援と合流して一気に漢中を制圧する戦略を提案します。しかし兵力で劣る蜀軍をリスクの多い奇襲によって進行することを嫌った諸葛亮により、義援の戦略は却下されたのでした。この考えの相違から、義援は諸葛亮を臆病者だと不満に感じ始めるのでした。義援は勇猛で大胆な戦略が取れる名将でしたが、非常に誇り高い性格でしたので、作戦の却下はその誇りを傷つけられた思いだったのです。そして外邸の戦いで実績のある義援と語彙を差し置いて馬謖を先鋒にして大敗したことで、さらに諸葛亮への不満を募らせるのでした。さらに諸葛亮の側近として北伐に参加していた楊義と義援は犬猿の仲であり、陣営ではしばしば対立していたのです。義援は諸葛亮と楊義に不満を持ちながらも蜀に忠節を尽くし、北伐では数々の武功を立て、蜀にとってはなくてはならない存在になっていたのでした。しかし第五次北伐で蜀軍は五条原に布陣するも、自らの死期が近いことを察した諸葛亮は工事を楊義に託し、自らが没した際には直ちに全軍撤退するように遺言しています。諸葛亮の不安は撤退を認めずに北伐を継続するであろう義援の存在でした。そこで諸葛亮は、もし義援が撤退に従わない場合は置き去りにして全軍撤退するようにと遺言しています。そして諸葛亮が病没すると楊義は全軍の撤退を命じますが、義援は自らが蜀軍を指揮して北伐の継続を主張します。義援の将軍としての戦略もあったのでしょうが、険悪な中である楊義の指示に従って撤退するのはその誇りが許さなかったのです。こうして義援は楊義の撤退の準備を確認すると、先回りして撤退の経路の橋を焼き落とすなどの破壊工作で撤退を阻止し、さらに成都の竜前に楊義の反逆を上奏するに至ります。楊義も義援の反逆を上奏して、成都ではどちらの上奏が正しいのか論争となります。しかし東院、松園ら重臣が楊義の上奏を支持したことで、義援は反乱軍とされてしまうのです。義援は義に投降して憎き楊義を討つこともできたのですが、あくまでも蜀の将軍として自らの指揮で北伐を成功させることを望んでいたのです。
しかし楊義から派遣された王兵がその進路に立ち塞がると、反乱軍とされた義援軍の兵士は職に残した家族や一族を思い、一斉に王兵軍へ投降したのでした。こうして壊滅した義援とその子たちは漢中へ逃亡しますが、途中で馬隊軍の追撃によって義援父子は打ち解かれて、三族すべてが処刑されるのでした。義援の首が届けられた楊義はその首を足で踏みつけ、知恵の足りぬやつよ、このような姿になっても悪さができるものならやってみようと最後まで仇敵を蔑んだのでした。その楊義も生徒への帰還後には、その狭い度量から諸葛亮からは工事は託されずに、荘園へ工事は託され、楊義は不満を持ち反逆を疑われて自害しています。何かと裏切り者としての印象が強い義援ですが、あくまでも義に寝返ることはせずに、自らの力で職の北伐を遂行する思いが強すぎたゆえに、汚名を着せられ悲劇的な最後を迎えたのでした。父親に公選を訴えるも流進。それでは最後に、三国志の終焉を迎えるその時に悲劇的に亡くなった劉信をご紹介いたしましょう。劉信は劉備の孫であり、第2代蜀皇帝劉禅の五男です。王子として北地王に封じられていました。諸葛亮の病没後の蜀は、後継の荘園と妃の優れた政務によって、比較的に宮中は清廉に収められていました。しかし荘園と妃が亡くなり、生粋の軍人肌の脅威が実権を握ると、北伐は再開されます。宮中では反脅威の進化が北伐の中止を求めて、宦官の高校ら劉禅の側近を利用して徐々に宮中から脅威を追い出していき、脅威は漢中に駐屯して、蜀から反独立したような存在となっていくのでした。この蜀の状況を好機と見た魏は、いよいよ本格的に蜀に侵攻を始めるのです。脅威が幾度も魏の侵攻と援軍の要請を劉禅に上奏しても、宮中はすでに宦官の高校に抑えられており、劉禅には脅威からの上奏は届かなかったのです。生徒からの援軍を得られない脅威は、蜀の要害である剣閣にこもり必死に防衛をしますが、密かに剣閣を迂回する官道から生徒を目指した当該軍によって生徒は包囲されるのです。ここに来て劉禅は反脅威派の荘州と宦官の高校の勧めもあり、義への降伏を決めるのでした。この時に劉禅に真っ向から降伏に反対したのが劉信です。降伏を勧める荘州と高校を激しく罵り、もし我が道が極まり力に屈して敗北が必至になったのなら、我ら父子君臣城を背にして一戦交えるべきです。共に国家に準じ、先帝劉備にまみえましょう。そう父である劉禅に徹底抗戦を促したのです。しかし劉禅の意志は固く、怒った劉禅や高校によって宮中から追い出されてしまうのです。こうして蜀の降伏が決定しましたが、劉信は祖父劉備や関羽や諸葛亮など蜀の建国者の思いに報いるために降伏して生きながらえることを拒み、自ら妻子を殺害して自身も劉備の病前で自害して果てるのです。蜀は劉禅によって生徒で戦わずに降伏して滅びました。しかし劉信の死を知った蜀の民は、その悲劇的な王子の最後と亡き劉備のような決して諦めない強い意志を重ね合わせて涙したのでした。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後に悲劇の現実を突きつけられて恥ずかしみられて憤死した演術と右近、三国志屈指の猛将張飛も戦場で命を散らすことさえできずに悲劇の最後を迎えたのでした。義援のように後世の脚色により
必要以上に裏切り者としての悪名を植え付けられた人物もいたのです。かと思えば三国志の始まりの人物でもある優美のこの劉禅は暗愚でしたが、孫の代になって諦めない強い心と忠節を引き継いだ劉信のような人物が登場します。しかし時代の波に飲み込まれて悲劇的な最後を迎えて、三国志の時代は終わりを迎えるのでした。当時のモノノフの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価、チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。ぜひ皆さんの考える悲惨な最後を迎えた武将についても教えていただけると嬉しいです。それではまた、再见。